はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、久しぶりになりましたね、はい、ベイブレードトーナメントでございます、うん。今回はですね、これまで ABCD ブロックちょっとなまっちゃったけど ABCD ブロックやってきまして、うん、それぞれの優勝、準優勝をですね、寄せ集めて、うん、グランドチャンピオンシップ大会みたいな感じでやりたいと思います。こういう対決でやっていきましょう、はい。まずはこちらですね、これが A ブロック優勝のデスサイザーヘビーディフェンスです、はい。対、B ブロック準優勝のダークデスサイザーブーストジャギーで、第2試合が C ブロック優勝のジェイル・ヨルムンガンのグラビティ・オービット、 A ブロック準優勝のユグドラシルナックル・ユナイト、第3試合が D ブロック優勝のダークデスサイザーグラビティ・オービット対、C ブロック準優勝のユグドラシルグラビティアクセルですね、はい。でごめんなさい、ユグドラシルがね1つしかレイヤーないんで、うん、今ちょっとドライガーはめてます、はい。次、第4試合が B ブロック優勝のデスサイザーフォースプレス対、はい、これまたあのデスサイザー1つしかないんで、はい、ドライガーはめてます。 D ブロック準優勝のゼノエクスカリバーアッパーオービットですね、はい。これらで対決していきたいと思います。ちょっとね被ってるベイがあるので、これね運よくちょっとお互い負けてほしいっていうのがあるんだけど、そうだよね、はい、1回戦はとりあえず乗り切れます、はい、はい。じゃあやっていきましょう。エイシン君と私でそれぞれ、3回ずつシュートして、オーバーフィニッシュ1ポイント、スピンフィニッシュ1ポイント、バーストフィニッシュ2ポイントで、得点の多いベイが勝ち、はい、ということでやっていきましょう、うん。では、私はまずこちら使いますね。デスサイザーヘビーディフェンスです。デスサイザーブーストジャギー、はい、3、2、1、ゴーシャン。お、避けてるね。まさに最強決定戦、うん。まあでもこの後にねいくつかベイどんどん出てるから、うん、実質最強ではないんだけど、うん、またそれはおいおいやっていきましょう、うん。うわ、やっぱりさ、おお、わお、バーン3、2、1、ゴーシャン。力が強いって意味だね、この子は。そうなんだよ、うん、きっと強いよ、両方。おっと、あー、それじゃフィリフェンス3、2、1、ゴーシャン。当たってくれ、当たって、よっしゃ、当たった。ほんのちょっとあ、軌道が、当たんないね。当たった。うわ、はい。では米交換で、私がダークデスサイザーブーストジャギーです。僕がデスサイザーヘビーディフェンス、はい。3、2、1、ゴーシャン。さあ、これだけいけばバーストするでしょ。バーストしちゃいそうだね。なんとかデスサイザーに勝ってほしいんだけど。あ、よし、3、2、1、ゴーシャン。おっと、斜めに打ちちゃった。あっと、これは斜めに打ちすぎだった。おっと、カモン、よし、下、下攻めろ、下攻めろ、よし、3、2、1、ゴーシャン。なんとかダークデスサイザー新型の意地を見せてほしい、うん。新型対9だからね。ああ、両者バースト、これは0点だね、うん。はい、ということでデスサイザーヘビーディフェンスが7ポイント、ダークデスサイザーブーストジャギーがノーポイントでデスサイザーヘビーディフェンス1回戦突破です。はい、すげえ。はい、では2回戦いきましょう。エシン君がジェイル・エルムンガンのグラビティ・オービットですね、はい。それで私がユグドラシルナックル・ユナイトです。3、2、1、ゴーシャン。パパはねユグドラシルが一番好きだから、うん、これ勝ち残ってほしい、うん。ユグドラシルエイトも応援してるんだよね。さあ、どうなる。わあ、ジェイルだ。3、2、1、ゴーシャン。ジェイルも強いんだな、やっぱな。おー、カチンチンやって、チッ、シール攻撃が強い。シール攻撃は、シール攻撃はユグダッシュが好きだから。
おお、イグザラシルだね。3、2、1、ゴーシャン。いけ、いけ、おい。では米高に対して私がジェイロールムンガンのグラビティオビットですね。僕がユグダラシルナックルユナイト。はい、3、2、1、ゴーシャン。なかなか、うん、一着があれだな。両方時給が多いね。そうだね。あージェイル、3、2、1、ゴーシャン。カチッと、じゃあオーバーフィニッシュ、うん、オーバーフィニッシュ、3、2、1、ゴーシャン。おー、はい、ということでジェイル・ヨルムンガンのグラビティオビットが2ポイント、ユグドラシルナックルユナイトが6ポイントということで、ユグドラシルナックルユナイト1回戦突破です。はい、では第3試合いきましょう。はい、エイシン君がダークデスサイザーグラビティオービットですね。はい、で私がユグドラシルグラビティアクセルです。3、2、1、ゴーシャン。おー、いい、いい攻撃だけど、ユグドラシルがスタミナが、あーやばい。おー、ダークデスサイザー。3、2、1、ゴーシャン。これで勝つか負けるかだ。動じないな。おお、両者バースト。3、2、1、ゴーシャン。おー、オーバーフィニッシュ。では米交代で私がダークデスサイザーグラビティオービット、僕がユグダシグラビティアクセル。はい、3、2、1、ゴーシャン。あー、やっぱダークデスサイザー真ん中にとどまろうとするね。うん、どっちだ。ちょっとダークデスサイザーが弱ってるかな。弱ってる。おお、3、2、1、ゴーシャン。やっぱユグドラシルがアクセルだからさ、うん、結構こう 大きく動くね。うん、結構ね、なんかダメージ当ててる感じなんだけど。わー、やっぱダークデスサイザー。3、2、1、ゴーシャン。おおー、すごい。ドライバーだけ回ってた。奇跡。はい、ということで1回戦第3試合はダークデスサイザーグラビティオービットが4ポイント、ユグドラシルグラビティアクセルが2ポイントということで、ダークデスサイザーグラビティオービット1回戦突破です。はい、では1回戦第4試合ですね。デスサイザーフォースプレス対ゼノエクスカリバーアッパーオービット。はい、3、2、1、ゴーシャン。ゼノエクスカリバー、ゼノエクスカリバーの攻撃力でなんとかデスサイザーを粉砕してほしい。誰がデスサイザーを潰すか。だあ、3、2、1、ゴーシャン。おお、どう。おお、やったね。3、2、1、ゴーシャン。カンカンカンって言うところの、おお、いい攻撃。おお、ゼロ。米交代で私がゼノエクスカリバーアッパーオービットですね。で僕がデスサイザーフォースプレス。はい、3、2、1、ゴーシャン。おお、またラスト。3、2、1、ゴーシャン。ゼノエクスカリバー本気を見せてくれ。でもちょっと今回はブレちゃったかな。パパが失敗したかも。だってネクスカリバー剣が金に輝いてるから周りも金だ。ああ、そうだね。3、2、1、ゴーシャン。いい音、いい音。ああ、時給持ってかれたらダメだね。うん、おい、
はい、1回戦第4試合はデスサイザーフォースプレスが3ポイント、ゼノエクスカリバーアッパーオービットが5ポイントということで、ゼノエクスカリバーアッパーオービット1回戦突破です。はい、ということで1回戦突破したこちらが4つの弁になりますね、うん、次回はこの準決勝と決勝をやりたいと思います。はい、はい、ということで今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今日は全然顔が映ってないけど質問コーナー、イエーイはい、前回の動画ですね、はい、最短10秒というですね、うん、ほぼネタ的な動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。はい、はい、まずグーフィーさん、なんで毎回僕のコメント採用されないの、ごめんなさい。多分そういう方にね、いらっしゃると思うんでね、いっぱいね、うん、でもいろいろピックアップしてますので今回採用させていただきました。はい、イカロス龍之介さん、年末年始って動画上げてもらえますか。上げる予定です、うん、ちょっとね旅行に出かけるけど、うん、あげる予定ではおります、はい、毎日はもしかしたらあげられないかもしれないですね、うん、次ひろき男さん、こんなの初めてです、面白かったですよ、ありがとうございます、ありがとうございますいやもう本当にね、ほぼほぼあえちゃんの顔見えた、えちゃんの顔見えました、はい、ほぼほぼですね初めてだったので、こんな短い動画はね、はい、質問回答だけで終わらせるですね、ちょっと忙しかったんでそういう風にさせてもらいました、うん、ホセロペスさん、メイザフォース B with my channel、 ローグワン楽しみですね、エンディングの絵、キャラクター前原さんとエシン君可愛いですね、ありがとうございます、ありがとうございます。あれはですね、イラストレーターの白滝さんに描いていただきましたね、はい、すごくいい感じにね描いてもらってね、うん、うちらも大変お気に入っております、うん、はい、ということで、今日のですねベイブレードの動画のコメントはこの次の動画の最後の方で回答したいと思いますので、はい、ぜひこちらの動画にもコメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。